はい、今日もスタートしました。始まりました。ちょっと遅れてしまって、ちょっと遅れてすいません。すいません。はい、ロッキー藤井とめぐちゃんこと国際部の西本めぐみです。今日もお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、何かというと最高の麺生地の麺生地、なんとね、麺生地。大事です。麺生地。ね、麺生地はね、どういうものかというと。私はもともとね、あの金属工学学んできたから、はい、金属工学と麺生地は非常に共通性があるんです。なんか全然違うような感じですけどね。あの普通ね、金属非常に硬いでしょ、はい、一般的に見たらね、で、麺生地は柔らかいから全く違うようなに思うかもわからないけど、組成とかね、あその麺生地の組織内でのこの動きとか、それ結構似てんです、ね、あの疲労破壊とかだ聞いたことない？疲労破壊聞いたことあります ね。疲労破壊、疲労破壊は、ね、どこで聞いたの？どこで聞いたんでしょう。私これで読んだから聞いたんですか ね。疲労破壊、疲労破壊はね、あのジャンボがね、ジャンのジャンボがオスタカメを追ったでしょ、はい、あの時にね、疲労破壊が原因だと言われてるの、はい、ね、まあこれ本当の原因かどうかわからないよ、はい、で、あのジャンのジャンボはね、昔、うん、尻餅事故ついたことあるの知ってる？それは知らなかったです。あのジャンボがね、一回尻餅事故、ね、あの、ずっと前にね、あのオスタカメまで落ちる前に、うん、だいぶ前に尻餅事故ついて、うん、あの尻餅事故とお尻が地面に当たったということね、はい、お尻が、飛行機のお尻が地面に当たってね、はい、で飛行機は必ずバルクヘッドって隔壁、はい、あの後ろの方に圧力隔壁というのが入ってる、うん、こう胴体は風船みたいなもんだからね、はい、飛行機は、うん、でその後ろの方で丸いね、この蓋みたいなのがね、はい、ついてて、はい、そこが尻餅事故をついた時にね、2つにパンと割れた。真ん中から割れたの。桃太郎みたいな感じそうそうそう真ん中割れてね、死の事故をついた時に、はい、でそれをね、あのダブリングというんで、はい、あの板、ね、割れたところをもっぺんこう元へ返して、真ん中を、はい、あのリベットで板を打って止めたの、修理してた、うん、でその修理の仕方が悪かったとか、はい、あるいはその金属の疲労破壊で、疲労破壊というのは何度も何度もほら、例えばね、鉄板でもこう繰り返してこう曲げたら、そのうちに折れてしまうね、パキッと折れるわね、あれが疲労破壊、ずっと力を加えすぎる、だから大きい力ではなくしてね、小さい力でももう繰り返し繰り返し加えたらね、疲労で破壊すると、金属も。で飛行機は上に上がってる時は羽が上に上がってるの分かる？羽が上の方へこう上がってるのね、だいたい機内から見たら両翼端がだいたい1メーターか2メーターの範囲ぐらい持ち上がってるの、わかる？窓からこう見たりとか見たら、ほんでね、地面に降りた時は反対に下がってる、ね、あのエンジンがついてるから重いからダランと下がってる、で上がって下がる、でこの羽の付け根もね、昔は疲労破壊で飛行機が壊れて、だから飛行機の最初のジェット旅客機のコメットという、あのイギリスのデハビランド社というところのコメットが、ね、はい、最初よく墜落した、ジェットができて間もないから、まだその疲労破壊ということは分かってなかったから、ね、それであの疲労破壊というのが原因だというのが分かって、もう飛行機を設計段階からね、もうその繰り返し荷重、大きい荷重じゃなしに繰り返し荷重をかけて、実際にこう上空で起きると同じような胴体膨らませて、ね、こうやったり、羽を上げたり下げたり、はい、そのテストが始まったの、疲労破壊っていう、だから飛行機は事故をやるたびに安全になってきてる、ね、飛行機は事故をやるために、はい、で今日はね、まあ麺生地の本質ということで、非常にその金属と似てるということでですね、はい、まあ今日ちょっといろんな話をしていきますね、はい、では最初にですね、麺生地の本質、麺生地の本質というのはですね、美味しい麺作るときはこれはもう絶対に欠かせない、ね、生地がもう全てのベース、はい、ね、
生地が美味しくなかったら美味しい麺できるかいと。できないです。絶対できないね。だからまず美味しい生地を作ることがね、非常に大事なということですね。これちょっとインターネット不安定だ。大丈夫？あのうまくこうつながってる？大丈夫？はい。まずですね、穀物の粉ね。どんな穀物でも粉を水で練るとね、穀物のでんぷんとかタンパクが吸水して麺生地が出来上がります。穀物が小麦の場合だけね、小麦粉に含まれるタンパクが鳥もちのようなネバネバしたグルテンになって麺の生地がつながり、ね、弾力性のある麺生地が出来上がる、ね、これ小麦粉だけ、はい、これが、ね、小麦と他の穀物の最も大きな違いであり、小麦粉だけが持つ、ね、不思議な力、最も麺用に研究されている穀物の粉が小麦粉なので、我々は当たり前のように小麦粉で麺を作っていますが、小麦以外にはね、そばも作り方によってはグルテンの含まれてない10割そばも簡単つながる。うちほら10割そば作るの得意じゃない。あの10割そばの美味しさはね、あんなそばはめったにこの辺売ってないよ。これからの新しい研究では、おそらく小麦粉以外の穀物の粉でもそば粉同様に小麦粉を使わずに、まあ、要するにつなぎを使わずにね、麺になる穀物が見つかる可能性大いにあります、ね、例えば米なんかもすでに麺にたくさんなってるわ ね、うん、ね、米も、あるいはトウモロコシとかね、もういろんなそういった穀物の粉で、大麦とかね、うん、で、麺を作っていくというふうな時代はこれ必ず来ると思います。そんなに遅くない時に。小麦はグローバルな、これ小麦の話で前回やったね、はい、国内産小麦とかいろんな話をしました、はい、うん、小麦はグローバルな穀物であり、世界一取引量の多い穀物なので、量産化のために遺伝子組み換え技術が進み、北米を中心に遺伝子組み換えの小麦がもう大量に栽培されている。現在北米欧州ではグルテンアレルギーが大きな社会問題です、ね、これも遺伝子組み換えの小麦が原因だと言われているね、うん、日本ではそばアレルギーの方が、ね、課題ですが、世界では現在グルテンアレルギーが大問題、ね、うん、だってそうじゃない、ね、ね、海外行ったら海外の方がグルテンフリー、グルテンフリーって言ってますもんね、うんうん、今後この問題はますます大きくなる可能性がありね、米粉とかグルテン含まない穀物の麺が増えていくことが想定されています。だから前回も言ったんだけど、世界全体で見たらね、米の麺と小麦の麺大体半々、うん、それ以外の麺見たことある？わ、ない。本当に？米と小麦以外ですよね、うんうん、麺見たことない？グルテンフリーって言ってもなんか米粉のイメージが強いですからね、うん、あのフォームを米、うんうん、ね、あるいはフォーはね、米と、いやフォーは米だけ、はい、パッタイは米とでんぷん、うん、ね、あるいはほら豆腐の麺って売ってるの知らない？豆腐で作った麺、豆腐で作った麺、うん、豆腐でも作れる。なんかすごい豆腐が柔らかいイメージがあるから、うん、豆腐結構硬いよ。硬いですか？あれ、柔らかい方のイメージだったよ。縄で縛れる豆腐、あの知ってる？縄でですか？うん、そんな軟弱な豆腐ばっかしだよ ね、縄で縛れると相当しっかりした、うん、あるよ、ね、田舎行ったら、はい、ね、元の豆腐いたら硬いもん、うん、で豆腐で縄で縛れる豆腐いたらあるよ、はい、そういうのが確かに麺に慣れますね、うん、なるなる、ね、十分慣れるよ、うん、それからね、あのこんにゃく、あ、こんにゃく最近こんにゃく麺多いじゃない。はい、多いね、うん、うね、春雨とかこんにゃくとかね、うん、うん、だからすき焼きの中に入ってるほら糸こんにゃく、うん、あれなんかももう一種の 麺じゃない、うん、ね、だからそういうふうにね、ということはもういろんな材料すでに始まってるということです、はい、ね、うん、でその次、うどんの麺生地ですね。私は麺に携わるようになり、すでに40年以上、ね、
経過しました。最初のとっかかりはうどんで、何でも徹底的に取り組む癖のある私は美味しいうどん作りの研究に没頭した、ね、そして誰も掘り下げていなかったうどんの世界を深く研究した、究明した。私が掘り下げたうどんの生地の世界、麺生地の性質は昔高松高専で習った金属工学の金属そのものだった、ね、ここ。これが先に言ってた、うん、そうですね。だから例えばね、鉄等の鉄なんかの金属ね、はい、は見た硬いじゃない。硬いですか。ね、硬い、ね、ところが鉄を使って刀を作るときにね、炉の中へ素材を入れて真っ赤にた温めて、それでカンカン叩いてね、見たことある？ありますね。あるでしょ、うん、あれなんで温めるの？炉の中入れて温めるのはなぜ？柔らかくするんですか？なんか溶かすじゃないですか、柔らかくする、形を変えて、うん、そう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 、あれはね、それ以上温度上げたら溶けるよ、はい、鉄だってね。だから溶ける前の柔らかくするして、はい、叩けるようにね、形を整えるとき叩かんといかんから、はい、叩くために柔らかくしてる、はい、で叩いていったらどうなるかいと、ね、温度がどんどんほら落ちていって冷めていくわね、はい、冷めていって、叩いてたら金属の中にね、内部応力、はい、ストレスがたまるの、はい、内部応力にもそうそう、うん、内部応力でね、それ以上ね、はい、もう温めないで炉の中入れないで叩いたら次どうなると思う？内部応力たまったまま無理やりにこう叩いていったら割れる、割れる、そう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 、正解ね。なんで知ってた？え、さっき社長がヒントくれました麺と一緒って言ってたから、麺と一緒、うん、だからね、パリンと割れてしまう、はい、ね、だから必ずほら、ね、中に入れて、ね、焼きなましという工程ね、はい、この焼きなましで何をしてるかというと内部応力を除去してる、うん、でまた柔らかくしてね、で叩けるようにして、繰り返し、うん、そうそう繰り返し、だからね、叩いて、ね、内部応力を張って、でもうピンピンに張ったものを、はい、鉄をもっぺん炉の中に入れて、うん、温めて、はい、内部応力除去して柔らかくして、それで叩く、うん、その繰り返し、うん、で、金属も繰り返し、ね、荷重をかけてある一点を超えるとね、疲労破壊という現象が発生して破壊してしまうと。疲労破壊が金属で大問題になったのは御巣鷹山の JAL のジャンボ機の墜落、うん、そして鉄も熱すると柔らかくなり、刀とか包丁も鍛えるときは熱く熱して金属を柔らかくしてから叩いて鍛える、ね、鍛え続けていると金属の中にストレスがたまり、一定以上たまりすぎると最後に金属が破壊されてしまう、うん、これどう？これが、うん、ね、金属はこうなる、うん、ね、で 、うん、次に麺生地いくね、うん、で麺生地の特性は人間と同じ、最初は柔らかかった麺生地も力を加え鍛えていくとストレスがたまり、だんだんと硬くなっていきます。そしてある一定のレベルを超えるとオーバーストレスになり、麺生地の組織が破壊される、ね、破壊された麺生地で作ったうどんは柔らかくて粘り強い理想的な麺ではなく、硬くて脆いうどん、ね、硬くて脆い、ね、うどんの場合はオーバーストレスになる原因は練りすぎ、ね、で麺生地の組織を破壊したり、ミキシングの次の一時熟成と温度の不足、熟成が十分でない、ね、足踏みまたはプレス工程のオーバーストレス、これやりすぎ、ね、そして第二熟成の熟成時間と温度の不足、要するに熟成の不足、はい、次に伸ばし工程、ロールカッター工程での急激な圧延、まあ、急激に圧延するね、に等によるオーバーストレス、一気に薄、そうそう、一気にやってしまった、うん、ね、ここで非常に重要なことは、一旦オーバーストレスになって破壊された組織は二度と元へ戻らない、うん、うん、ね、以前よくあった、ね、社会問題になった過労死、ね、過労死でよくあったね、あれどこの会社であったか知ってる？有名な航空宣伝の会社であった、あ
ね、ありました、ね、もう出るけど言わないけど、ね、言わないけど、もう、うん、もうあの会社、あの、ね、有名な、うん、一時期めちゃニュースだったんです、うんね、だからね、オーバーストレス、過労死もオーバーストレス、うん、ストレスが溜まった上にまた、ね、うん、ストレスかけてしまって、うん、その人の耐えれる圧力ストレス以上にかけてしまうのが原因ね。うん、ね、だから一旦死んだ人間は元へ戻ることはできないと同じようにね、免疫寿命を一旦破壊されたら元へ戻らないと、うん、免疫寿命は硬いすぎると硬くて脆い面になると、ね、組織が破壊された結果、ね、で気体が足りないと歯ごたえのない軟弱な面、ね、これ人間で言うともやしっこ、 もやしっこ、うん、ね、で今の日本あるいはね世界の一番大きな問題はこれ、うん、これですか、これ、ね、だって鍛えられてない人が多すぎる、うん、ね、これ今日本の課題、うん、あるいはシンガポールなんかもそうじゃない、裕福になった国大体みんなこれ、うん、ね、だから使い物にならない、うん、そういったところの、ね、人を採用して、うちもほら採用しようとするけど、うん、使い物にならんじゃない、ね、だから今もう世界中でですね、これ同じような現象が起きてきてね、はい、昔貧しかった国、例えば韓国とか中国も一緒、ね、昔貧しかったから、あ、非常にこの人が鍛えられてた、はい、ところが今裕福になってね、鍛えられてないからみんな同じ現象、はい、裕福になった国みんな一緒、はい、うん、免疫寿命を練りすぎると細胞が破壊されて固く団子のような食感になってしまう、これ過労死ね、はい、じゃあその次熟成ね、うん、この工程も大事だね、私も毎晩熟成してるよしっかり熟成されてる、ね、毎晩熟成、ね、熟成して熟成、ね、熟成されて、うん、そうです、大体ね、私もね、昨日の晩何時寝たか分かる、昨日ですか、うん、9時頃、うん、なんで知ってる？社長の、あの体調管理を8時50分8時50分、うん、起きたのは、今朝起きた時間8時50分に寝たよ、うん、4時半から5時の間ぐらい、うん、4時、ぴったり4時、ね、だから8時50分に寝て4時にちゃんと起きてるね、めちゃめちゃ健康的な、うん、健康的、いい熟成時間、うん、だからね、もう眠りにつくのがね、はい、ものすごい深いの、うん、だから寝始めたらストーンと、ね、これ自分でも分かる、ストーンと、だから少しね硬いマットで寝たら、うん、ね、寝返りも打たないでずっと寝てる、うん、もう寝返り一切打ってない、私のね寝る時の特徴は本当にね寝返り一切打ってない、ですか、だから寝たら寝た時の姿勢のまま寝てる、羨ましいです、うん、ね、だからもう朝起きたらね、あの硬いマットで寝たら、うん、もうほら背筋がもう、ね、そのままの姿勢で寝とるから、もうほらバリバリ、うん、うん、ね、寝返り一切打たない、うん、だからね、この熟成工程ね、これ大事ね、むちゃくちゃ大事ね、これから美容にものすごく効くよ、熟成が足りてないから、ね、うん、熟成工程は全ての熟成工程が重要なんですが、その中でもとりわけ重要なのがミキシング直後ね、熟成でもほらね、ミキシング直後とかプレスの後とかうどんだったらね、何回かやってでしょ、で一番重要なのはね、ミキシングの後、うん、第一熟成、昔から伝統的な讃岐うどんの手打ちの製法でよく忘れられている場合があるんですね、そして熟成にはね、4つの作用があり、物理的な作用が3つ、化学的な作用が1つで核のようになっていると、ね、抱き作用知ってる、はい、熟成したら抱きする、うん、なんで知ってる、これは習いました、ね、社長から習いました、ねね、ね、あの抱き作用はね、これはね、抱き作用をというところだけを取り出したのが、ね、真空ミキサー、うん、だから真空ミキサーを使う理由はたったこれだけ、ここだけの、うん、これだけのことで、ね、だからきちっと熟成したら真空ミキサー本当はいらない、ね、熟成が足りん、きちっとできてないから真空ミキサー使わないといけない、たったそれだけ、うん、でその次が内包力の除去、これは真空ミキサー絶対できない、
寝かさんと、はい、うん、だって人間だってね疲れて念と内部力のね、うん、除去できる？できないです。できないね。うん。うん、ね、これ時間と温度が重要。うん、面記事は時間と温度が重要。人間にとっては？時間。うん、時間。温度も。うん、温度も大事だろうね、多分ね、うん。温度も寒すぎてもいかない。暑すぎてもいけない。うん。だからそれはね、人間にとっても非常に大事ですね。うん、はい。それからその次、水和作用。ね、粉を練った瞬間ではね、あの粉の一粒一粒に水が十分行き渡ってない。だから時間がね、が経たないと行き渡らない。うん、ね、ということですね、水和作用。で、その次が酵素の働きによる味の改善、化学的作用。でこれらはラーメンもね全く同様です、うん、ね、で当社のリチメンがラーメン業界でシェアトップになれた大きな原因がね、ミッシン後の第一熟成です、ね、これをわざとね機械の中にビルトインした、はい、そうせんと麺ができんようにした、うん、ね、だから一部のミキサーよその会社の製麺機ではね、練った生地をストレートにほらロールに落とすようになってるね、はい、うちも最初あれだった、うん、前にここで見せたじゃない、ね、ね、うん、最初あれだ、はい、ところが美味しいラーメンができないのが分かって、うん、もう全部もう一気に変えた、うんうん、ということですね、はい、仕組みを機械にわざわざインストールと大きな原因だとね、うん、次にですね麺生地の熟成が浅い、ね、温度が低いと熟成が足りず固く弾力のない麺になってしまいますと、うん、麺生地が熟成過多になると切れやすく、ね、熟成が進みすぎるとどうなるの？熟成が進みすぎるとそのままほっといて熟成がダメになっていくじゃないですか、うん、腐敗につながる、腐敗につながる、ね、熟成が、ね、過多になると腐敗につながっていくから、うん、当然弾力が、ね、ない麺になってくると、はい、柿でも一緒、ほら気になってほら熟すじゃない、はい、熟します。でそのうちどうなる？熟すぎたらオーバー熟成、シワシワ、うん、シワシワになったりね、うん、あのほら、うん、パタッと折ったり、ね、するわね、はい、あの熟成型、うん、うん、ね、それから麺生地の水和が均一にできてないとしなやかな麺にならない、うん、麺生地は乾かさないようにしっかりとビニールで密閉しなければ製麺の時に、ね、このシワか響かいってしまうと、ね、水分量が多すぎるとだれてしまい面線になっても伸びやすくて扱いにくい、ゆでると切れやすい、ね、ということですね、うん、だから水分量が多すぎてもいけない、少なすぎてもいけない、ね、良い麺生地はしっとりとしてきめ細やな弾力あり赤ん坊の肌のよう、うんうん、これ赤ん坊が出てきたからね、赤ん坊の肌はいいんだけどおばあさんみたいなのは逆にいかないということダメってことですね、うん、そうそう、麺生地はとても人間に似ている、好きな、ね、温度も湿度も人間と同じ、ね、うん、ミキシング後の熟成、第一熟成は、ね、28度で2時間、25度であれば3時間、プレス後の 一晩熟成は18度、うんうん、これ本当にねよく似てるんです。で次が足耳工程ね、讃岐うどんなんかもそうで、ね、うどん作るの時足生地踏むでしょ、ね、で私が真打ちを、ね、開発した時のね最初に行ってたのがいつもねやってたのが足耳生地の足踏みです、うん、で真打ちの開発でね、真打ちの開発が成功できた非常に大きな原因がね、あのプレスのね、はい、自動反転スイッチ、プレス、ね、プレスこうほら生地入れて押したらどうなる？上も上がっていって、ちょっと圧かけて、圧がかかったら自動で降りてくる。なんでそうなってるか分かる？あれね、はい、その圧力を感知して、ね、はい、上にね、あのほら普通はリミットスイッチかなんかに当たって反転するじゃない、はい、ね、ところがうちの真打ちの偉いところはね、あれを圧力センサーね、
圧力を測定してその一定圧になったら止まって、うん、で戻ってくる。なんか入ってる生地によってそれもちゃんと感知して、うん、入ってる生地が 多かろうと少なかろうと一切、ね、一定の圧が常に かかるようになってる、ね、これはね、今から40年前の技術としたらね、すごい技術だった。わかる？この技術、はい、ね、なんでそうなっとるかと、ね、ここまでずっと来るわね、はい、それで上で大きな圧がかかったり、ね、したらモーターに過電流が流れるの、ね、わかる、はい、ね、ぐっとモーターがそれ以上押してももうほら押せんようになって、モーターの動きが止まるようなとこまで行ったらモーターにね大きな電流が流れるの。でその電流を感知してカレントセンサーという電流を電流値を感知する機械があって、そこのね何アンペアまで行ったというアンペア数によってこのバックするような自動で止まって、だから真打ちはむちゃくちゃ賢いよ。賢いです。うん、プレスです。でそのね圧の感知する圧の大きさが足の踏んだねこのほら足踏みの圧力と同じ圧力計算されてる、うん、ね、だから、ね、うどん生地を練った後ね足で踏んでいると、ね、最初は柔らかかった麺生地が踏むに従ってだんだん硬くなってくる。これ分かるわね。これは分かる、うん、ね、でこの工程を通じて私が理解したのが、外から麺生地に圧力をかけると麺生地内の内部応力すなわちインナーストレスがたまり麺生地が硬くなっていく現象、あるいはね内部応力硬くなってるのがね、でこれが先ほどしてきた金属の行動と全く同じ行動であったんですと、うん、金属も同じような内部応力が、ね、中に溜まってる、はい、うん、で生地ほど、ね、金属が硬いから明確に分からない、うん、生地は、ね、柔らかいからよく分かる、はい、うん、人が面生地を踏んだ時に足の裏を通じて面生地にかかっている単位面積あたりの力を計算し、真打ちのプレス圧力の計算を行う。要するにね、人間の 足の裏こう生地踏むでしょ、はい、足の裏の面積、ね、はい、と人間の体重と計算して、はい、この足の裏の1平方センチあたり何キロの力が加わっていると、ね、これ何キロ力が加わっていると、あのプレスの板はね何平方センチあるからね、いくらのすごいじゃない、すごい計算です、すごいですね、ね、そこまで計算したんよ、すごい、うん、だから足の裏と同じ圧力あれ、すごい、それが思いつくのもすごい、うん、本当に、うん、ね、賢いでしょ、すごい、ね、もう頭上がらないだからあのプレスはね4トンかかる。だから足の裏はねこのほらだいたい人間の足って60キロとするじゃない、うん、体重ね、ところがあれは、ね、人間の足を、ね、何十個分も合わせた、ね、うん、大きさだから、はい、だから4トン、うん、だって足で踏む時もかかとで踏むから実際の面積はもうこの辺わずか、はい、そうですね、うん、全体かかっとるね、うん、それが60キロはそういうかかっとるわけだから、それを計算してあれを割り出して、うん、そうそう、ね、だからすごいじゃないの、すごいです、ね、そういうふうに説明したらね、ほーってなりますね、うん、だから要するに真打ちのプレスの圧は人の足が足の裏で面生地を踏み鍛えたんと、ねね、全く同じ足の、ね、裏の圧力が変わっていると、その結果プレスの押す力は最大4トンかかる。だからそれも調整できる、うん、ね、4トンにしようか 3.5 トンにしようとか3トンにしようとか、あるいは中で調整できるね、ね、鍛えすぎては体を壊し、鍛えなければ体が緩むと、ね、これも重要ですね、はい、うん、だけど真打ちのね美味しい理由ね、うん、こんな理由があったよ、うん、これはちょっともう全部いただかないと社長が、うん、それじゃあその次ね、綿棒圧炎。一般に綿生地状態は大きな、ね、うん、麺の塊のような状態なので、うん、麺として美味しく食べるにはある程度のサイズに、ね、圧縁して細い麺線 にしないとね、はい、あの大きい団子食べたって、ね、まず、ね、ね、煮ることできないし、ね、うん、だからそのうどんという麺線にしてる、あるいはラーメンの細い麺線にしてるから美味しいんだって、うん、あの大きい塊食べたら前から全然うまくない、うん、
日本の麺の中で一番サイズの大きい麺はうどん、ね、麺線が太く、それぞれのうどんの名産地、それぞれの繁盛店はその独特な食感で勝負している、うん、最終的な食感を作り出す工程が圧延工程であり、ね、うどんの場合一本の麺線の中に変化のある食感を作り出すために麺生地を圧延する場合に縦横斜めとあらゆる方向に麺生地を圧延してる、ね、だから麺生地を縦横斜め、ね、あらゆる方向に圧延してるの知ってる？知ってますよ、ね、で、したがって真打ちも同様に縦横斜めとあらゆる方向から麺生地を徐々に薄く圧延し食感に変化をつけてるんです、ね、これと同じことを行っているのが手打ち方式のそばで坂東太郎では一定の薄さになるまで、ね、縦横でいって一定の薄さになったらもうあと一方向、ね、というふうにやってますね、うん、手打ちラーメンも坂東太郎で作る場合も全く同じです。麺の製法で最も基本になる手打ちでは、ね、手打ちで私も、ね、時々麺作ってやってるでしょ。いやいや、はい、手打ち、私の作った手打ちはどう？美味しいです。ね、真打ちよりはるかに美味しいね。うん、ね、手打ち製法、麺棒の太さがね、大体いつもほら25とか30ミリね。ね、うん、ね、こんな太さ、はい、これ美味しさにものすごい影響してる。うん、ね、これ麺棒が細いというの。ね、で、この太さが麺を伸ばす場合に麺生地の組織を破壊しないでしなやかに最高に美味しい麺を作ることができる。生地を壊さない、はい、細いから、うん、ね、例えば手なんかでもね、あの細いんでお皿と太いやつでね、ロールなんかで、だから麺棒で伸ばせる下に手入れても手が壊れるかいと、壊れない、ちょっと痛いかもわからんけどね、うん、手壊れたりしないよね。ところがリチ麺なんかの太いロールの中で手入れたらはもうあの粉々になっちゃいます、うん、ね、もう壊れるどころかね、うん、もう大変な状態になるわね。要するに製麺機の場合ロールに加わる圧力ってものすごくでかいの、うん、ね、だから小さな麺、この麺棒でやった方が本当は麺が美味しいの、うん、ね、ところがなんで大きいロールをね、使うかいうとね、例えば真打ちとか坂東太郎は直径9センチぐらい、はい、ね、9センチ、うん、なんでこれ使うかいと、真打ちとかのやつですか、うん、9センチだってね、真打ちの麺どう、美味しさ、おいしい、おいしいです、真打ちね、坂東太郎のそばもおいしい、手打ちとそんな変わらないね、うん、だけど手打ちと比べたらちょっと違うけどね、うん、手打ちとそんな変わらない、うん、変わらない一番の理由は何でかいと、一気に薄くしない、徐々に徐々にほら薄くしてね、段階踏んで、段階踏んでね、はい、それと同時にロール径がリチ麺みたいに太くない、うん、リチ麺、うんうん、リチ麺はもっと大きいでしょ、はい、だからね、はっきり言って麺棒の太さが細いほどね、麺は美味しい。そしたらなんで太い麺棒、いや、ロールの大きいに使うかいと、ね、真打ちでも9センチあるというのはね、生産性、薄すぎたら伸びない、はい、うん、だから美味しさと、ね、生産性の一番いいところを狙ってた、うん、真打ちも、はい、うん、それと同じようにラーメンでね、一番いいとこ狙ってるのがね、LM リッチ麺の1型、はい、ね、これロール系がね、ロール多分ね、このラーメンの業界では当社のリッチ麺のリッチ麺が、1型がロール系と、ね、ロール幅のバランスがこれ最高に、うん、ね、だから今でもね、業界トップセラーでベストセラーで売れ続けてんがね、ロール径と、ね、うん、ロール幅のバランス、はい、ね、ちっちゃいロール径、うん、ね、リッチ麺の1型はロール径がね、もう15センチぐらいかな、うん、できるだけ小さいロール径わざとしてる、うん、なんでわざとあんな小さいロール径にしてるかいと、麺がね、最高に美味しい麺作る、うん、で幅とのバランスがね、これが非常にいいというのがですね、リッチ麺の1型です。だから1型があんなに売れてるという一番の理由ですね、がね、麺の美味しさ、はい、うん、このバランスの良さです、うんうん。
ね、サイズが大きいほど面生地を強い力で圧延できるので作業は早い、ね、うん、面自体にとっては組織が破壊されやすく高質な面を作るのには向いてない、うんうん、ということですね、うん、それから美味しい面の見分け方ね、美味しい面ほど同じ太さであれば茹で時間が短いほどというのが特徴だから同じ太さのうどんだったらね、例えばこの間もお客さんが当社有名なお客さんね、全国展開してる有名なお客さん当社へ来てうちの製法でやったのとお客さんの製法でやったんでは茹で時間が倍半分だった、うん、倍半分すごいですね、うん、なんでそこまで違うかいと熟成とかうん、まず粉、塩、酢、ね、小麦粉、うん、うどん日本、うん、ね、塩はサプライ、あ、塩は46分かけて酢はサプライ、サプライ、ね、うん、ね、それから製法は製法は、うん、うちの製法、うん、あの、ね、練りが何分練りがかからない4分とプラス5分、うん、5分、ね、練りが5分しかかからない、うん、ね、練り時間が短いというのもね、おいしい麺作る非常に重要なポイント、練り時間も5分だけ、うん、ね、あのうどんの場合ね、はい、たった5分だけ、うんうん、短いのあっという間ですよね、うん、あっという間ね、練れるわね、それからね、おいしい麺作るには熟成大事、熟成大事、うん、それから鍛えね、この先で、うん、そうそうそう、鍛え、それから圧延と、それからカット、うん、ね、美味しい麺ほどね、茹で時間が短いと、茹で伸びがね、茹で時間が短いほど茹で伸びが遅く、麺の角がね、茹で時計しておらず角が立ってる、だからね、こう鼓型ね、四、はい、つの角がピンと立って尖ってね、鼓、はい、型になってる、これが理想的な麺、うん、うどんね。したがって美味しいうどんは四辺がへこみ四隅がシャープに立っているので断面見たら簡単に美味しいかうどんかどうか分かる、食べてみる必要はない、食べないでもね、もう見ただけでね、茹でた状態見ただけでこのうどん何点かもういっぱいで分かるよ、食べる必要はないです、食べんと分からんというのはそれ素人、プロはね、もう見ただけで、うん、茹でたのを見ただけで分かる、うん、ね、そばも同様で10割そばの 1.5 ミリ角の面積の場合茹で時間は20秒で非常にね、美味しいそばが出来上がる、ね、こういうふうに美味しいそばほど美味しい麺ほど茹で時間が短いということです、はい、じゃあ次ね、はい、それでは皆さんご質問です、はい、どうぞ、感想をいただいているので読みます、粉でパン用製麺用向きの違いがあることが分かりました、ここ最近穀物価格が急騰しているようですね、ちょっと人数が、ロッキーさんが触れられてた日本の食料自給率の低さを何も手当てしない政策があだとなってきたそうです、特にあの中国が自国で賄っていたトウモロコシを米国から輸入になり水害とかあったからでしょうか、小麦も絶対影響あるので食料自給率の低い日本は真面目に将来のことを考えないと詰んでしまいそうですね、うん、はい、ご感想ありがとうございます。日本の食料自給率の低さは政策上の課題と合わせて我々国民一人一人の課題なんです、うん、ね、なんで、ね、日本食料自給率 40% にこんなに低いかいと、ね、あのイスラエルの雨が降らない国でさえね、うん、食料自給率 100% オーバー超えてる、オーバーだね、オーバー超えてる、でね、あの輸出してる、うん、フルーツをヨーロッパに輸出してる、うん、イスラエルから、なんで？なんでですか？あのイスラエルはね、今でも戦時下、うん、前の国と常に戦争してる、はい、ね、戦争するときに何が一番大事？戦争するときですか、うん、腹が減っては戦ができるんだよね、食べ物、うん、食べ物、うん、ね、だから世界のね、先進国、うん、ほとんど食料の輸出国、うん、アメリカと、そうですね、小麦なんかとかね、はい、トウモロコシが大豆とかね、日本も相当来てるじゃない、はい、世界中に輸出しまくってるじゃない、
ね、カーギルとかああいった穀物商社がね、うん、もうあって、ね、うん、だからカナダどう？カナダもそうです、小麦、もう小麦、ね、小麦とか、ね、うん、カナダは寒いとこだからトウモロコシじゃなしに小麦の方やね、はい、うん、を輸出しまくってじゃないね、世界に向けて、はい、フランスはどう？フランスもあフランスもね、小麦の前回やったやん、ね、はい、あのほら小麦の輸出国だったやん前回もね、はい、それからドイツは、ね、ドイツも輸出国、はい、ね、うん、それからイギリスも、イギリス、うん、ね、でだからそういうふうに世界の先進国はもうほとんど全て食料輸出国、なんでかというと食料は非常に戦略的な物資、ね、食料がなかったらその国が、ね、戦争を起こした時いつやられるか分からない、ね、だから食料の確保というのは石油の確保と同様にものすごく重要なテーマね。でここにね、あのトウモロコシを、ね、中国からアメリカから緊急輸入したという話ね、これね、今後中国はね、こういった天候異変で自国でこの穀物ができなくなる可能性があるんで、はい、今世界中からね買い漁ってる、うん、で穀物なんか備蓄できるから、ねね、まだ多少あったってね帰る時にダンと買ってる、はい、うん、で同時にね私も以前からね、うん、これよく知ってる事実はね、例えばうどん用の小麦の ASW とオーストラリアが作ってでしょ、はい、で当初日本向けにねたくさん来てた、うん、当初ね、はい、ところが、ね、韓国も、ね、向けもかなり行ってる、ところが最近はねこれ一番たくさん買ってるのは中国、うん、高く買ってくれるから、はい、中国へダンと行ってた、はい、ところが今また変わった、うん、なんでかわかる？なんでですか？今中国とオーストラリア大喧嘩やってる、はい、知ってる？大喧嘩やってる今現在ですか？おう、中国とオーストラリア大喧嘩、じゃあちょっと何も知らないんだなちょっと機械売るのに影響出るで、はいね、中国とオーストラリアは今大喧嘩やっててね、あの中国の港へオーストラリアから出した石炭がそこでストップしてしまって、ね、はい、あの買ってくれないで、はい、もう野ざらしになって大変な状態になったりね、オーストラリアのワインを中国が、ね、今まで爆買いやってたのを買うのやめて、はい、どうなったかいと、ね、オーストラリアの生産者困り果てて、うん、それを今インドがどんどん輸入して、ね、買ってくれてる、はい、だから中国は国が大きいしねパワーがあるから、ね、うん、もうよその国を困らそうと思うとそこの輸出を止めたらいい、だから以前も、ね、はい、台湾と、ね、今中国ものすごく仲悪い、ね、で以前も、ね、もっと仲良かった時に中国が台湾に対して見せしめでね、はい、中国から行ってる観光客全部ストップした、そうすると台湾の、ね、旅館とかホテルが倒産が相当出たの、はい、旅行業者が、はい、ね、だから中国は今そういうふうな形でね、世界からと結構ね世界中の国と中国今喧嘩やってるよ、オーストラリアのやつはちょっと、オーストラリアだけない、ヨーロッパもそうよ、はい、ヨーロッパもねドイツとかフランスとか、うん、特にフランスは激しいよ、イギリスともやってるよ、イギリスはどういうふうにやってる？香港問題で、うんうん、ね、イギリスは、ね、中国に香港を返還したじゃない、はい、ね、返還した後50年は、ね、うん、もうそのままの制度で行きますと、うん、ね、2040年まではそのままの制度で行きますと言ってたのを、はい、一国二制度で行きますと言ったのを一国一制度にしてしまった、はい、変えてしまって、はい、それに対してイギリスはものすごい腹を立ててね、はい、香港に住んでる300万人にイギリスのパスポート発行するって言ってるじゃない、はい、ね、めぐちゃんもうちょっと勉強しないといけないね、ね、ちょっと勉強しました、うん、ね、うん、もっと頑張っていこうね、はい、はい、ね、
日本の食料自給率の低さは政策上の課題と合わせ我々国民一人一人の課題なんです、ね、我々が食料自給率を上げようとしたらどうしたらいい？日本の食料自給率をもっと上げようとしたら、うん、ね、うんうん、食料率を上げようとしたらどうしたらいい？外に頼らない地産地消、うん、テーマ地産地消、はい、その時で取れたものをね、だから今フードマイルという言葉あるの知ってる、うん、フードマイルね、はい、よそからほらどんどん入れてきてね、はい、あの買い物の移送距離が非常に長くなってるというね、こうフードマイルという課題ね、それをできるだけフードマイルを短くしてそこで取れたものをそこで耐えましょうと、はい、これをやればやるほどね、地産地消にすればするほどね、あれがないの、自給率が高まるの、うん、で同時に外国からね、外国から例えば穀物とかからいろんなものを入れるときにね、うん、権益という問題があるの知ってる、はい、権益ね、権益、うん、例えばオーストラリアでいくら無農薬で小麦粉を作ったとしたってね、日本へ行って、ね、日本の港に着く直前でね、船のハッチをバンと閉めてね、積んでる小麦に燻蒸という形で毒ガスでね、はい、虫の 殺菌やってしまう、うん、そうすると残留農薬の問題が出るね、それは残留農薬、うん、でだから小麦を食べたそういった、ね、残留農薬の残ってる小麦を食べた高崎山の猿に奇形児ができたとかいう有名な話があるじゃない、うん、残留農薬問題ね、はい、だから必ずね海外から来たものはいくら無農薬でやろうとオーガニックでやろうと日本の国に入れるときに、ね、もう必ず燻蒸という工程を取らんと入れられないの、うんね、だからもうそういうふうな、薬品で汚染された状態でしか日本に入れれないという問題出るわね、だから地産地消で食べれば食べるほどねそういった問題がなくなるの、うんね、だから小麦というのは基本的にね秋まいて、ね、冬の間で育って 春刈り取りするね、はい、そういうな秋小麦というかね冬小麦という、これがまあ小麦の基本的なね育て方で、だから小麦は基本的にね冬の間に育つから虫があんまりつかない、だからそれほど農薬やる必要がないの小麦は、はい、どっちかというと安全なね、うん、だから国内産はそういった点で、非常に安全な小麦である可能性があるわね、はい、だから前回も小麦のところで、ね、国内産が非常に増えてきてるというのはねそういった安全性という意味合いものすごく大きいの、ね、はい、ということで自給率を上げるにはね国内産を増やしていったらいいと、ね、でその点で日本人がもっともっと考えなきゃいけないのが米の消費拡大、これどうですか米の消費拡大、うん、ね、だからうちは、はい、ね、製麺機の会社だけど昼ご飯見てみな、そうです、麺出してるかい、出してないですよ野菜が、うん、野菜と玄米とお米が、うん、五穀米と十六穀米しか出してない、はい、米しか出してない、出してない、日本の自給率拡大にものすごく貢献しようとしてる、ね、うん、ね、ね、麺出てないですよ、ね、うん、ね、麺一切出さない、ね、だって自給率上げんといかんじゃない、そう、ね、うん、戦争になったら困るじゃない、うん、ということですね、うん、それからね最近ね、この日曜日のね朝のガッチリマンデーで、はい、面白いことやってるの知ってる、ね、ガッチリマンデーでね、はい、海水魚と、ね、はい、淡水魚が一緒に飼える水があるというのをやってた、淡水魚と海水魚、うん、淡水魚と海水魚をね同じ水槽に入れてね、はい、ね、飼えるんですか、飼えるだけじゃなしにね成長がものすごく早まるの、どういう仕組みというのはね、海水というのは、はい、塩の濃度は何度か知ってる、海水の塩の濃度、塩の濃度は、うん、3.5、うん、海水ね、はい、真水は
書いてるんで、ね、なし。ゼロ、ゼロ、ゼロね。まあ、水はゼロ。海水 3.5。ね、海水魚の体の中の塩濃度は？わかんないですか、ね、魚の気持ちになってみなよ。塩濃度1度。1度、ね。ということは、海の中で泳いでる魚は、ね、はい、体の中の塩濃度が1度なのに、周りの海水は 3.5 度やから、どんな状態？周りも高い。周りが高い。ね、高い中で、ね、ね、泳いでる。塩濃度の低い魚がね、周りの中で泳いでる。はい、そしたらね、常に周りからストレスがかかってる。塩濃度のストレスがかかってるわね。はい、ね、それわかる？はい、ね、だから、ね、岡山理科大学の准教授がね、その塩濃度を1度の、ね、海水の代わりになる水を作ったの、はい、塩濃度が1度、ね、だ、うん、そうそう、ということはね、これ昔から同じような現象あるんだけど、はい、あの川の下流の汽水域、域ね、はいはい、あの海水と真水が混じるあたりではね、はいはい、あの淡水魚と海水魚が一緒に来てるの、ね、そこもほら川あるでしょ、ね、海と一緒、うん、そこね、淡水魚と海水魚が一緒なんよ、うんうんね、だって川の方から、ね、下がってきた魚もその辺で生きてるね、うん、で海の方の魚も一緒に来てる、うん、だからね、汽水域というのは 塩濃度が低い、うんね、そこでは両方が一緒に生きれる、うん、それと全く同じことをやった、その先生は、ね、で、ね、要するに海水というのは4大ミネラルのナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムね、はい、でマグネシウムの入ってないカリウム、カルシウム、ナトリウムだけの水で塩濃度1度の水作って、はい、そこでね、淡水魚と海水魚が一緒に生きれる水作った、はい、そうするとね、海水魚のストレスがないから、ね、はい、ないからいく、この成長するのがものすごい早いの、でその結果ね、あの山の方、ね、はい、の過疎地で、ね、うん、その魚を飼う大きいプール作って、はい、過疎地で、はい、そこで養殖始める、その言ってた 1% のぐらいの、ね、そうそうそう、その水使ってね、ってそしたら田んぼを使わんじゃない、今ね、はい、ね、田んぼを使わんところで余った田んぼでそこで魚を育ったら、ね、うん、ね、その場所の有効利用活用ができる、で魚が出した糞で肥料にできる、循環農業、循環、循環漁業、循環農業と循環漁業が一気にできる、これね、画期的な方、これはあれを聞いてね、私はそれを聞いて、あの自給率を上げる本当に素晴らしい方法だと思った、ね、日本の食料の自給率、だって日本人魚大好きじゃない、大好きです、食べますね、うん、ね、魚大好きで、うん、おまけにね、ね、それだと田舎の方の産業がどんどんできてくる、うん、はい、ね、で地産地消で海外からね、冷凍で食品なんか入れてくる必要がなくなる、うん、そうですね、うん、で日本人が好きな魚をいつでもね、こう自由に食べれるようになってね、だからこういうふうなことをね、これから我々はもう熱心にやっていかなきゃいけない、ね、ということですね。だからね、今ね、これからね、食料危機で食料の争奪戦が世界中で起きます。もうはっきりしてるのはね、それに日本絶対負けちゃいけない。ね、日本人守るためにね、それ絶対負けちゃいけない。うん、ね、ただそれをね、自覚してない国ね、争奪戦が起きるというのを一番自覚してない国が日本だということです、はい、ありがとうございます、はい、次の感想です、はい、国産小麦粉の現状が分かりやすく大変参考になりました、ロレンスをぜひとも試してみたくなりました、ありがとうございます、中立湖で北花見の前の北進がいいのにというのになぜ変わったのか理解できました、うん、あ、この間ね、はい、そうそう、ね、小麦粉の、小麦の値段は、はい、タンパク質の量で決まるというね、はい、うん、だから当然そうなってしまったんです、うん、うどんラーメンの分野で国産小麦の使用量が増えているのは非常に素晴らしいことです、
当社は以前よりこの状態を見越して、でんぷんを一切使わない国産小麦だけの半生麺の製造に成功しています。ね、だから半生もね、で基本的にでんぷんを 20% 入れないとできなかった。半生はね、20% から 30% の間ぐらいね、入れんとできなかった。なんでかというと、生麺は乾燥したら硬くなってしまうから、はい、硬くなって美味しくなくなる、半生したら、はい、それは半生を生と同じように美味しく食べるにはね、どうせないかんかというと、でんぷんね、タピオカみたいな加工でんぷんを加えないとその柔らかくできなかった、はい、ところがね、加工でんぷんというのは、まあ、一種の添加剤、はい、だからそれを使いたくないと、私は以前から使いたくないと思ってて、うん、それをやるためにね、国産小麦 100% だけで、ね、半生を作るのを以前からずっとトライしてきた、うん、でうちはそれを成功してる、うん、もう一切でんぷん入ってない、はい、うん、ね、あの香りうどんっていう私の名前つけてるうどんね、はいはい、でこの冷凍麺もね、基本的に一緒です。冷凍麺も 30% から 40% だね、うん、だから冷凍麺は どっちかというと、でんぷんの塊です。でんぷんがなかったら冷凍麺できないと、うん、冷凍麺と半生はでんぷんを使わないとできないように言われ続けてきたんですが、最近ではね、非常に安値の高い国産小麦の生産ができるようになり、やっと可能になったということですね。だからそれを当社の、ね、うどん用の小麦粉ね、うどん日本に使ってんです、うんうん、はい、次最後、うん、取り上げてほしいテーマということで、うんうん、いただいてます。ロッキー社長、毎度お気に入りです。もっと掘り下げて詳しいお話をお願いいたします。というのも、太田さんにはうどん学校にどうしても参加したいと伝えています。理由の一つに、日曜日の朝9時半からのラジオ MBS で三枝輝之の飽きない勘どころ、この番組は13年続いていて、この3月で終了しました。聞き始めたのは去年の1月からで、自社の百貨店の地下の名物イカ焼きとゴザソーローの話です。梅田では行列が絶えないのです。その名物を他の百貨店などで売り出すもお客様の反応は悪いのです。おいしなりの一言でその理由を追求し分かったそうです。梅田では絶えず小麦粉を練り作り、次から次へとイカ焼きまんじゅうを作っていきます。が、催事ではお客様が途切れて練った小麦粉も時間が経って使っていることが分かりました。麺からは離れてしまいますが、それは本当でしょうか。ラーメン屋を開業する前に関空の蕎麦屋で早朝バイトしていました。朝の6時に小麦粉に水を加えて天ぷら用の衣を作り置きしていました。氷を入れて冷蔵庫に入れておきました。本当いつもありがとうございます。ありがとうございます。繁盛の本質をついた、非常にこれね、これむちゃくちゃ大事な話、繁盛につね、ね、はい、ね、というのはね、これ私もね知ってるんだけど、大阪の方で非常に有名なうどん屋さんがね、大繁盛してるうどん屋さんの主人が言ってた、はい、言ってたことをね、うん、そこはね、最初オープンしてから繁盛するまでに結構時間かかった、うん、ね、で繁盛するようになるまでね、その主人はどうしたかというと、毎日ね、朝から麺作って茹でてね、で時間が経ったら捨て、うん、時間が経ったら捨て、うん、むちゃくちゃ捨てたそう、結果繁盛したと、うん、ね、でほとんどの人はそれやらない、多いと時間が経ったやつもね、置いて打ってしまう、うん、結果ダメになる、ね、これの差、ね、だから繁盛しない店は、はい、繁盛しないように自分でやってしまってる、ね、同じような話をね、香川県のうどん屋さんからも聞いた話がある、はい、ね、この繁盛してない時にね、畑にどれほどうどんを埋めたかわからんという、ね、この茹でてね、お客さんが来なかったらね、茹で伸びしたうどんをね、畑の中へどれほど埋めたかわからんという話聞いたと、それをやった人だけが成功してね、ほとんどの人それやらんから成功してないだけ、ね、ということですね、ね、繁盛の本質をついた非常に重要な質問ね、ほとんどの人は同じ小麦粉を使って同じように作っているので、同じような商品ができ同じように繁盛すると勘違いしている、
ほとんどの人はね、これ勘違いしてる、はいね、これは多くの人が陥る重要な盲点であり、多くのビジネス商売が繁盛しない決定的な原因である。以前にも話したことがありますが、日本人はが世界で一番商品の良さ、微妙な違いを理解できる民族。これどう？これ日本人がね、世界で一番なんや、うん、微妙な違いが分かる、ね、味の違いとかいろんな違いが分かる、日本ね、これ世界でトップ、こだわるからってこと、うん、こだわる、ね、もう理解できる、うん、日本の民族は、ね、だから iPhone が、ね、世界で一番売れてる、ね、たくさん売れてる国、ね、これ、ね、世界で日本だけ、うんね、あの日本で売れてるスマホの6割が iPhone、はい、うん、アメリカは5割だけ、ね、アメリカは本、ね、この本場のアメリカよりも日本の方が、ね、iPhone たくさん売って、うん、買ってる、はい、なんでか言うと日本、ね、iPhone 高いじゃない、ね、うん、高いのにね、わざわざ買ういうのは、ね、これそうでなかったらいかんというお客さんが多いということ、はい、ね、ということですね、うん、だからね、梅田でイカ焼き、ゴザソウロの大判焼きがよく売れる理由でありね、天ぷらの衣に氷を入れて冷蔵庫で冷やす理由でした。うどんの場合は小麦粉を練るときに加える加水も非常に重要な影響を与えます。加水を増やせば増やすほど製麺性は悪くなりね、美味しくなりますが、製麺美味しさは増しますね。だからこれね、工場でうちもね、山椒で麺作ってるでしょ、はい、でね、よくみんな加水を減らしたがるの、うん、例えば半生だったら釣り飲みするから、はい、多かったら、はい、ね、減らしたがる、はい、ね、失敗したくないから、うん、ところがね、加水をもう極限まで入れた方がやっぱ美味しいができる、うん、ね、入れた方が美味しいができる、はい、ところが生産性は悪くなる、自分たちが作りにくくなる、うん、ね、だから自分たちの都合を考えたらね、減らしてしまう、はい、ただ食べる側、うん、お客さん側としては、うん、です、うん、もちろん、ね、だから先ほどのね、イカ焼きの話も一緒です、ね、梅田ではね、もうしょっちゅうほら粉練ってね、練ってやってると、だからそれと同じことをね、地方の百貨店行って催事でもね、もうほら練って時間が経ったやつをね、もうバンバン捨てていったら同じことできるの、うん、ね、ところが、ね、この面倒くさいし、ね、はい、お金かかるから、それやらんだけ、はい、たったやらんだけ、うん、それやり続けたら売れるようになるの、うんうん、だからね、物が売れんようになるのは誰がやってるかというと、自分たちがやってるだけ、うん、ね、自分で自分の首絞めてるだけです、うん、ね、加水を増やせば増やすほどね、だから当社のように面、工場生産している場合は夏場の作業者が加水をね、減らしてしまいがちなんです、うん、ね、あ、現場の作業者が、うん、すると楽に麺作ることができる、ところがそれがいつの間にか売り上げを落としてしまっている。半生の場合はね、最終の含水率、ね、うん、最後にほら含水率でね、麺残ってる水の量、はいはい、これが多いほど美味しい、わ、うん、かる、はい、多い方が、というのは、あの半生をね、極限まで乾燥させたら何になる？もう乾燥した、うん、乾麺、乾麺、乾麺になるわね、はい、乾麺と半生というのはどんな違いがあるの？麺にその水分を、うん、水分が多いね、だから乾麺よりはるかに美味しいというんで半生はできたわね、はい、ところが、ね、せっかくのその美味しい半生の水分を落として落としてね、乾麺に近づけたら何のための半生か分からんなる、うん、作ってる意味がなくなるね、作ってる意味がなくなる、うん、というね、ただね、作りやすさから言うと減らした方が作りやすいの、はい、ね、管理もしやすい、うん、ね、だから自分たちの都合から言うと減らした方が楽、うん、その結果、はい、だのダメ、まあ、クオリティが下がるんで、うん、売れんようになる、な、結果自分の首絞めていってる、はい、ね、でそういうふうなことはね、工場の中でよく起きる、会社の中でよく起きやすいの、うん、会社の中でね、はい、なんでか言うと会社の中がね、もう常にほら組織と組織の壁があったりしてしまうとね、隣のことが分からなくなってしまったりしてね、はい、それ会社の中でね、本当によく起きてしまう、うん、うん、ね、
ハンナムの場合はね、この最終含水ですね、これを高めるためにね、最終含水率である一定の割合でコントロールすることは技術的に難易度が高い。そこで作業者はついつい楽な方向に逃げてしまう。そしてこのような簡単な方向に逃げることいつしか売れ上げになってしまう。だからお客さんの支持を得るには自分にとって難易度の高いことをやりつけんといかんと、ね、難しいことをやらんとね、お客さんの支持を取り付けるんですよということです、はい、だからね、ラーメン店でもいいもん作ろうと思えば思うほど難易度高いじゃない、うん、ね、美味しいもん作るってお客さん喜ばすと思えば思うほど難易度が高いよ、うん、ね、だから難易度の高いことをやり続けないとビジネスはうまくいかないということですね。ね、だから iPhone だってね、いまだにずっと売れ続けてるのは iPhone だってほら機種が変わるごとにどれほど変わっていってる？かなり変えてます。うん、アップデートもありますし。うん、うん、ね。ということはね、支持され続けようとすると生半可なことでは支持され続けませんよということ。楽な方向に逃げ、工夫をやめれば一気にダメになる。ほとんどの日本の中小企業、個人企業がダメになるのは自分自身との、ね、妥協、うん、ね、自分自身と妥協してるから、ね、例えば美味しいと思えない商品ができても店を閉めないで妥協してる。例えば今日スープ取るのが失敗したラーメン店ね、うん、ちょっともう一つだったなと、これ捨てないかん、うん、ところがね、飽きてしまう、うん、ね、だからここでね、あのほら、さぬき丼の店で山越えの主人がね、うち来てよく行ってたんがね、気に入らんのがで、ね、今日は麺が納得できないのができたら店閉めると、はい、ね、閉めたらまた来てくれると、うん、閉めなかったらね、閉めないでそれ食べさせたら二度と来ないと、ね、だから繁盛店のね、店主たちはみんな分かってる、うん、ね、ところがダメな連中が分かってない、これやってしまう、だからダメになってしまう、うん、だからビジネスをダメにしてるのは全て自分自身だということです、はい、うん、だから今日のねこの問いかけ、うん、素晴らしかった、ね、今日本当はねもう一つね、お客さんの問題解決ね、はい、ちょっと行きたかったんだけど、マインドマップでちょっと進めたかったのか、うん、ちょっともう時間来てしまったから、うん、今日はこのぐらいにします、うん、またちょっとね次回が、うん、はい、次回は何だったですか、次回のテーマ、次回のテーマ、塩、あ、塩、塩がないな、ちょっと待って、ね、うん、次回は塩だそうです、ね、46年とかね、塩、塩の良さ、ね、うん、が、ね、さっきの海水の話も面白かったね、はい、うん、だから塩は非常に重要な、ね、うん、食にとって重要な要素です、はいはい、では塩について、はいはい、時間も来ちゃいましたので、うん、はい、はい、じゃあ、皆さん、今回もありがとうございます、ありがとうございます、また来週お会いしましょう、はい、来週お会いしましょう。